チャオ、あっちゃんです。今日はね、コチさばいてみたいと思います。コチ3匹入ってん、3キュッパやってん。コチって気持ち悪いねんけど、なんかね、変な魚やねんけど、さばけるかな。臭いな、魚やったら臭いぞるからね。コチちっちゃ、こんな魚です。これちょっとね、ヒレがちょっと危ないので、尖ってるから。頑張ってさばいてみよう。ちっちゃいから唐揚げよ。切っとって感じだったんやけど、ちょっと唐揚げてみます。これで見えるかな。いつもね、カメラの角度が難しい。では、さばいていきましょう。まずね、このね、ヒレが危ないから、ヒレを切るんやって。ヒレをね、あれで切ります。待ってね。ヒレすごい尖ってんね。お前、危な。なんかね、ヒレの先、こんなほらトゲトゲになってんねんね。ちゃんとこっちのカメラちょうで、モニターに映しとった今。だからヒレを切ります。でね、とりあえず見なきゃ。背びれが結構危ないんやって。反対にした方がいいんかな。痛い。待てば、背びれの破片が痛いよ。ね、鱗とのに結構背びれが邪魔なのらしいね。痛い。なんか今刺さったぞ。この辺もなんかチクチク痛い。ここも痛い。あっちこっち痛いこの魚。鮮魚市の時もこれ取ったんやな。あんまりも気持ち悪いから買わんかってん。でもなんか気になってさ、買いたくなったのよ。いろんなね、触ったことない魚をさばいていきたいやん、ね。ここにもヒレがね、下お腹、これもね危ないから切ります。こっちもね、お刺身美味しいらしいねんけど、これちょっとね、もうお刺身しない。唐揚げ買ってちょっとね、月曜日に買ったから、そんな悪くはないんやけど、新鮮さを失われてそうな気がするからね。失われてはないと思うけど。あのね、このね、頭を外します。ヒレの後ろから
背骨を買った背骨の前先ここ行こうか痛いねまずお尻の穴からでねこう内臓を内臓をブリブリズリズリズリっとこう引き出して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 ここで骨をドンと切るとほら綺麗に固まって内臓取れるでしょう正解いや何が正解でしょうこれでねここの間の血合いのところをね洗いましょうウロコ取りいいね耳を取るたわしでしたらいいらしいね地図合わせとかでやってたわ見てたら職人さんがお邪魔くさんねうん、っていうか整理のとこで鱗取りがね、手を抜くと美味しくなるよね、鱗が。はい、挟まったね。まあ、今回フライやからね、大丈夫だと思うんだけど。フライっていうか、唐揚げやからね。こういうね。まずここの背びれのところに包丁を入れます。もこっとしたから切りにくいね、俺。もっこりしてるから、もっこりくんは、ね、こっちはね、三枚におすとき、逆側はね、骨が平らやから、そうでもない。普通の魚と変わらない。はい、これで3枚におろしました。で、ここはまあ、同じっぽいだね。これもね、多分ね、フライにしたら食べられると思うね。切っとこうか。これぐらいで。はい、フライやからね、腹骨あってもええと思うんやけどな。ちょっと
とろか、お刺身すんねやった、ここはね。フライにするからいいや。これで3枚におろせましたね。はい。一応ここおろそうか。だいたいフライの大きさ一口ぐらいにね、こんな感じにさばいときゃ。はい、これで唐揚げ、こっちの唐揚げ完成、唐揚げあのの下準備完成で、どうしようかな、味付けせなあかんからね。いいか、どっか置いとこうか。2機同じ感じやっていきましょうか。はい、同じようにこうね、ヒレの後ろから、内臓をね、潰したらあかんからさ、よいしょ。で、内臓を引っ張り出して、引っ張り出して、引っ張り出して、で、で内臓取れたらね、はい、取っていきましょう、一緒に。ぬるっとするわ。結構ぬるぬるするね、このこっちって。見て。顔にね、トゲがあるの。よいしょ。そっからね、こう、V 字に。魚をね、さばくときのコツって、魚のね、中の構造を分かれっていうね、どこにどういう風に内臓が入ってるかとか、それが分かったらさばくのは簡単らしいよね。それは内臓を気をつけたからかな。だからね、草玉って言って、草玉があるのって、いや、草玉じゃ、ニガ玉。うん。ニガ玉っていうのは、ニガ玉を潰したらあかんとかね、いろいろそんな、あんねん、コツが。だから内臓できるだけ潰さないように、ちょっとかき出して、で、ここのところを、要は、背骨を、ザクッと切ったらもう首取れるから、内臓とエラは一緒に取れるから、で、この腹膜のところの、ここに切り身を入れて、血合いがあるから、こう洗うというね。どんな魚も一緒やねん、この辺は。やってみたらね、分かったことです。ほんまね、魚なんてさばかんかったのに、急にさばき出してね、数回やったらこんな感じに、こと覚えられんねん、結構簡単やねん、魚さばくの。
ということで、これね、また、めんどくさい、うろことにしましょう。もっと増やしたかったな。いいかな。あら、これだけ行こう。これだけ。今度、プラス行こう。よくね、ザーッと、水かけのやつって、これマシンなんだけどね。ウロコだけ取ってよって取ってくれへんじゃない。あと家でするからいい。あかんね。動画的にね。音楽でやらんとあかんね。魚の構造が分かってさばいてると食べるときもきれいに食べられるんやって。結局食べるときもさばくんと一緒やから、もう骨に沿ってね、取っていくと一緒やから、だから結構きれいに魚食べられる人はさばけると思う。大体こんな感じ。あとちょっと、もうちょっとね、もうちょっと手を抜かずに行きましょう。うまくなってきたろ。こんな変な魚までさばけると。よし。行きましょう。まず、背びれに沿って落としていきます。
んで、綺麗になってきた。ご飯が炊けてきたね。ご飯の圧が抜けたね。はい、はい、3枚にさばけました。どうですか、あっちゃんの最近のさばきテクニックは。これ川引くんも一緒やって、こうやってこうやって皮もビーって引いたんだけど、今回皮はそのままです。でね、はい、こんな感じで、今回まあ唐揚げやからね、これの身になるからね。はい、唐揚げ完成、唐揚げの、ね、切り身完成。ちょっとね、気持ち悪かってさばかへんかったけど、こっち面白い。なんかこうやってさばいても簡単やね。ほら、別にそんなに考えやんでもさ。簡単やんか。かばちゃん天才、うん、天才天才、うん、そういうことにしとこう、うん、あ、ここ結構ほら結構綺麗にさばけてるやん、ほら簡単にさばけるじゃん。ということでね、ちょっと鱗が残ってたわ。このキレが悪くなったわ。よいしょ、
芯をちょっと残ってます。揚げ物やからそんなに大丈夫だと思うんですよね。頭をどうするべきかね。ちょっと一回バラしてみようか。もう今の炒めで、よいしょ。内臓を本出しましょう。エラにもこうちょいと回すでしょ。本当にエラがね、エラがね、受けてなかったわ。でもこじが無理かな。枝がね、外れる外れる。いつの世代だと外れるらしいね。こっちでは無理か。いろいろ研究してるね、最近。あ、でもだいぶ取れた。生臭さ。どうですか。ほら。この枝が取れるでしょ。こっちの穴取れたよ。こっちの穴取れたけど、これは動かあらへんのかな。これあるやろ。これどうしようかな。こっちの穴も美味しそうやけどな。わさびですね。これだけ取れた。わあ。こんにちは、こっちです。そんな高い声だよね。ここ美味しそうやな。これさ、あら汁にしたいねんけど、この。どこがどうやろなぁ。痛い痛い。じゃあ、こう、こう。このままチクチク痛いのができるわ。ここみたいなね。これアラン汁にしよう。ね、せっかくやもんね。アラン汁にここまで行って、
袋をこう匂いはこれだ。これに引き抜いて、ペラチンで、ペラチンで、気合い洗って出来て、この角あら汁がね、美味しいはずです。どうどう、うまくない？これはね、もう一回いくよ。もう3匹やったらもらってきたね。もうこれでこっち買えるわ。今度からこっちを買おう。美味しかったらね。キモとかもね、使い慣れたら使えると思うんだよね。お刺身でキモ醤油でも美味しかもからないしね。こう切り取って、開いて、開いて、このエラの根元を、こう、いけ。気圧硬いな。キッチンバサミ、そのままにね。よいしょ。で、エラを剥がしましょう。ではもうチクチクしていたいね。こっから剥がすとね。よいしょ。剥がすと内臓が一緒に溶けてくるんだよ。よいしょ。洗いましょう。で、ここで大きいこっちはね、ハサミで硬いの。これ一番大きいこっちやね。上のところを切って。でもあったらいいんだよね。肩痛いね。食べるとき危ないなと思って切ってしまったんだよね。頭の中の角。はい、こっちだよ。
はい、シュールな絵ができました。3匹のコチシュール、はい、これでね、下処理完了。まあそれはね、これにしましょう。なんだ、あれ、あら汁にしましょう。で、あとは唐揚げ、今日ね、こっちの唐揚げにします。臭いもんは袋に入れて、ゴムは下じゃない、あさってだ。ちょっとこう包丁ね、はい、ということで今日のコチ3匹、唐揚げ用にさばいたのと、あら汁用です。はい、ということで、コチさばく動画いかがでしたでしょうか。また初めての経験でね、バタバタ見ながらガチャ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 やってたけど、意外と簡単にさばけたしね。まあもうコチがさばけたら何でもいけるでしょう。コチタチウオやったらね、もうあとほとんどの魚さばけてももう自信ついてきた。うん、はい、ということで魚さばき系 YouTuber 目指して頑張っていきたいと思います。またいろんな魚買ってきてさばきたいと思います。ではまたね、バイバイ。